クアンシーの滝は、ラオスのルアンプラバーン市街から南に約2 9トルにある山荘からなる滝。メコン川の支流となる。ラオス、ルアンパバーン、クアンシーの滝神秘的な色を見せる滝壺。流れ落ちる水が非常に美しいことで知られ、観光客に人気のピクニックスポットになっている。滝は、幾層にも分かれ流れ落ち、それぞれに滝壺を持ち青い水をたたえている。 典型的なトラバーチンの造形による滝である。滝壺では水浴をする観光客が多い。入場券売り場のあるゲートから森林の中の緩やかな工事を歩いて上がっていくと清流が現れ、やがて小さな滝と滝壺が見えてくる。木漏れ日の下下流側の広々とした滝壺では泳いだり飛び込んだりする観光客の姿が多く見られる。周辺は自然公園になっており、 最後の落差約50メートルの大きな滝までは遊歩道が完備される。この滝の左岸側には滝の上流までの工事も続くが歩く者は少なくやや危険。植生も豊かで当地ャーをはじめとする熱帯植物が多く見られる。ゲートを入ってしばらく行ったところに月のワグマの保護センターもあり檻に入った月のワグマを見ることができる。ゲート前は土産物店。 レストランが林立し、不便はない。中、価格、レートは2011年5月現在による。下流にもいくつもの滝が見られ、それぞれの滝壺は青い水をたたえている。ありがとうございます。